やったね楽しいね、ほんとねね、というわけでね、料理の別院ゲージでございますね。始まりましたね、また今回もね、はい、今日もね、もうこの背景見て分かる通りね、うん、出張刑事でございますよ、本当にね、今日もね、あの、なんて出張版でね、出張、はい、なんだよ、なんか俺今面白いことボケたのかと思ってね緊張したからな、今拾い忘れたんじゃないかと思って。というわけで今日もね、ゲストに来てもらってましてね、はい、今日のゲストはね、同じ広島出身の三浦マリオさんです。よろしくお願いします。どうぞ。マリオさん、ちょっと待ってください。もう赤いじゃないですか。どうしたんですか。いや、もういい気持ちになっちゃって、ね。いい気持ちになっちゃって、ね。やっぱもうすきっぱらで飲んでるからね。はい、ちょっとそろそろなんかつまみたいなと。ちょうどつまみたかった。マリオさん、ちょうどおつまみを用意してるんですよ。あ、そう。はい。はい、本当に本当に東京はなんかちょっとやっぱ嘘とかね、罠が多いからな、本当は出てこないんじゃないの広島のね、島の出身ですからね、マリオさんはね。いや、マリオさんね、結構ね、ずっとね、お世話になっててね、東京出てこられてから。なんか一回ね、俺ね、マリオさんで覚えてるのが、コンビを解散した後にね、マリオさんが朝まで飲ましてくれてね、ほんで飲んで、一緒にね、朝方の6時ぐらいかな、山手通りをこうやってね、お前頑張れよ、なああかんで、ここで負けたらとかっつって、めちゃくちゃいい話をこうしてくれとるときにね、マリオさんありがとうございますって、マリオさんの方をパッと見たらね、ここにゴキブリ止まっとった覚えてますね。まで、そのもうちょっと俺のお釈迦様みたいなエピソードやな動物が寄ってくるんやそう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 お前たまたまお前ゴキブリだっただけで、普段は鳥とかが止まってるんですよ。ほんまに俺の周りになんかもう小鳥がさえずってね飛んでるんですよ。その時たまたまおったのがゴキブリやったよだけでね、動物が寄ってくるんですよ。そうそうそう、仏の、ね、目で見てましたからね。そうそうそう、ね、マリオさんね、今日はね来てもらいましたけどね。一瞬、何ですか今から食い物出すのに、お前なんでゴキブリの話すの汚ねえな。じゃあちょっと別の話もねえじゃん。いやいいよ一緒に二人で合コン行ったことあるんでいいわ、そんな話いいわ。そうか、すいません、そんな話いいわ。2対2の、2対2、いいですか恵比寿でさっさと出してくれよ。すいません、本当にね、はい、今日もね、やっぱね、マリオさんもね、やっぱ公園が似合う男ですからね。どういう意味やどういう意味や安藤さんしかり、マリオさんしかり、やっぱ公園が似合います、はい、公園似合う、はい、これはもう本当、なかなか似合わないですよ、はい、あ、いい意味で捉えるわ、はい、うん、V ネックと公園はなかなか似合わないんですよ興味おるか、V ネックってやつね、今日はね、そんな公園でもね、簡単に、お家でももちろんね、うん、今日はなんとこのこれね、コンビニですから、こういう三角形の枝豆ね、で、ね、三角形の枝豆にこれなんとこれコンビニに持ってるゆかりちゃん、おーこれだけですわ、はい、えらい簡単やね。簡単ですよ、いやいや安く済まされたもんだな、じゃないんですよ。怖いな、本当に、はい、なんか、もうちょっともてなしてほしかったな。これがね、食べたらわかりますから。ほんとに、はい、これもちょっと手短に、もうさっぱっとじゃあやっちゃいますよ、うん、はい、これポイントね、簡単なんですよ。こうやってね、まあ枝豆あるでしょね、あるでしょ。これ開け口ってこうあるでしょ。これをね、まあもう想像ね、勘のいい人は分かってるよね。もうどうせこれをこれに入れるんだろうなって、もう大体ね分かってるでしょね。だからね、これもうポイントがね、もう少ない、いくよ。これを開けるときにゆっかり開けてくださいね。うるせえようるせえよこれゆっかり開けて、ね、ね、これゆっくり開けて、これぐらい、これぐらいね、これ勘の人はまたね、多分分かってると思うけどね、入れてシャカシャカするわけですわ、ね、で、これ、これいいな、で、これゆかりはこれ、まあ皆さん、これあれもうみんな多分食べたことあるにも、別に縁もゆかりもないわけじゃないじゃないですか。もうみんなね、常にこれうるせえようるせえよ、出たさっきからうるせえようるせえよ、面白いな。ね、うん、食べたらこの後ね、うめえ、うめえっつって言っちゃうかもしれないうるせえよね、どうしようもねえやつだな昼間からよくなってで、これの中にこれをですね、こうやってこれちょっと半分ぐらい使ってるんですけど、
これ100円ぐらいなんですよ、ね、でこれをこうやってね、うん、ここにこうやってもうこれ半分全部入れちゃうんですよ。あーこぼしたそんなに、あーそんなにって、まあまあまあ公園だから構わない、アリさんが食うよ。そうですよ、アリさんがでこれをこうやって半分半袋入れちゃうんです。これね結構ね あのやばいぐらいにいいと思う、うん、あのねまあちょっといやめちゃくちゃいくやん。いやこれ違うんですよ、大丈夫ですか。おいこぼしすぎだ全然やり慣れてないな。いやいや違うんですよ、焼き慣れてても これ少ない方ですよ。あそうなの、ここから壊れてるの、はい、いやちょっといやこぼしすぎやって、はいはい、いやいやこれのもったいない、いやいやいやこれちゃんともったいないな。マリさんもこれもう2ですよ。いやこれもあちょっと、日本酒を塩を舐めてね、やる感じで。これでも十分や、うん、そうなんですよ。はい、はい、でもこれSDGs やわ。SDGs あの食品ロスを削減しとんのかな。お前だから、はい、意識高い系男子なんだよ、はいはいはい、今 SD なんとかを俺知らんから大悟系のやつが来るのかと思いました。はい、これをじゃあフリフリ、これもうこれうまそうだな。これをこうやってフリフリするんですよ、こうやってあのシャカシャカポテトの要領で、こうやってシャカ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 お釈迦様、シャカ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 お釈迦様ってやってやった。うるせえよ出た、うるせえよでやってね、でこうやってちょっと揉んでみちゃったりして、うん、揉んで振ってね。これ合うの？これで、ちょっと待て、はい、あのね、今ちょっとこれ一舐めしたけど、はい、ゆかりはやっぱりね、はい、うまいわ、はい、これで、これ単体でもう十分うまいけど、そうなんですけど、これと枝豆合う。これをこうやってパカッと開いてください。うわすごい、これで、はい、枝豆が、うまそう、うわすごい、で、これちょっといいのが、味のこのムラがこう、こうあるんですよ。ちょっと手でね、これね、こうやってやってもいいし、あのね、しょっぱいところと濃いところが、うん、これ一緒のこと言ってますね。あの、濃いところと薄いところが、できた方がいいんです。一緒だったね。はい、一緒だったですね。で、じゃあちょっと前さん、これ、行ってみてください。これでもう出来上がり。はい、出来上がり。ゆかり枝豆和え。はい、これでね。逆だね。枝豆、ゆかり和えだね。ね、こうやってこうやっていくでしょ。うん、で、ちょっと待って待って、まず俺に生かしてくれ。おいおい、俺ちょっとびっくりした。なんでお前から食うてろ。お前が食ってどうぞちゃうわ、お前。そりゃそうだ。普通、お前作ってくれって言ったよ。あの、これ俺に出すっていう趣旨でやってるんだろ。オーナー、俺に食わしてくれよ。そういうことで、じゃあマユさんにじゃあ食べてもらえます。いや、はい、うん、お皿あるんで、うまい、めちゃくちゃうまいですよ。めちゃくちゃ合うやんこれ。めちゃくちゃ合うんですよ。でこれ枝豆ちょっとこれあれなんですけど、うん、このゆかりこうやってこうやって、まあ、食べ終わりじゃないですか枝豆。豆うまいですけど、豆食べ終わった後のこの、うん、絡んだったこの外が、うん、本番なの。これがメインなの、こうやって、うんうん、スパぶりながら、これなるほどね、うん、でも最後のなんかこのすばぶった豆のこの殻にこれをこうなすりつけてこうやって食べてる、うん、ちょっと待って待って、はい、あの今俺こうやっててすごい惨めな気持ちになったわ。そうするとね、枝豆の殻にはいつまでもエキスが残ってるんですよ、豆の、うん、その豆のエキスがこのゆかりを増幅させてる。豆なんかこれ別にビックリマンチョコにおけるね、あのね、チョコみたいなもんなんですよ、昔のこの豆は。ね、シールがこのこれ殻が本番、うん、ちょっと待って、もうこうしながらこうやってのお前もう見てられへんやろ。でも公園でこれをやってるカリスマになります。見てられへん、うん、はいはい、見てられへんやろ。やっぱり、うん、やっぱり、ね、でもめちゃくちゃうまくないですか。いや、うまいうまい、ちょっとひろたくん、これはうまいわ。ひろたくんだったらさ、撮ってるばっかりじゃん、食べてみればいい。これなんか信じてくんないから、うまいでしょ。うまい、うん、いただきます。じゃあ、ちょっとゆかり多めにつけたりとかさ、うん、これ先進むのよ、火も使わずね、うまい、
でしょ。うまいです、うまいです。これ合わせようと思ったことないでしょ。はい、ないですね。これまあ塩味がこうちょっと効いててお酒にすごい合う感じ。塩味つったり塩味つったりね、はいはい、塩味マリってくだりもあったっけ。ありましたね、塩味マリコ、塩味マリコわかんない。だやっぱりうるせえよって。いやうるせえんだけど、はい、もう慣れましたね、うん、どうですか。あれ俺ちょっと聞き逃してた。ねえ、どうですか、お酒に合いますよねこれね。いや合うけどね、はい、まあなんだろうね、ちょっとこれ、はい、やっぱこれどんだけ舐めてもやっぱこれ取れないし、はい、全部はね、はい、なんかこの未完成なところがいいよね、なんかね、はい、これもうずっと無限枝豆って言ってきます、はい、あなるほどね、はい、ああもう延々こうやって舐めてできるっていうね。そうそうそう、さっきみたいにこれでゆかりだけこうやって食べるのもいいけど、うんうんうん、なんかみそぼらしいじゃないですか。だから枝豆のこの殻でこうやってやって、うん、でこの殻をずっと味が出るんですよ。いや余計みそぼらしい。本当ですか。枝豆だけ食うてる方がまだよっぽど上品やもん。本当ですか。殻が主役ですよ、はい、いやでもこれは発見やな、はい、すごいな。いいですよね、うん、はい、これちょっと家でも試すんじゃないですか今度。まあやってみる、はい、でこれちょっといろんなふりかけでやってみたいよね。あそれね、そうなんですよこれ、うん、例えばあのミートソースパスタ作ってちょっと粉チーズ買ったぞとかつって、うん、あれチーズって絶対余るのあるあるあるじゃないですか、うんうんうん、あのチーズとかをこうやってね贅沢にこうやってやってもいいですしね。あチーズに枝豆、はいはい、あの海苔玉とかでやっても別に普通にうまいし、でも僕は色も考えたら緑にこのゆかりの色が一番綺麗なんじゃないかなと思って。あーなるほどね、すごいドレッサーな感じでね、うん、ドレッシーって言ったね。ドレッサーって何。そんなことはないわ。なんやドレッサーって。食はやっぱね見るも楽しむもんですからね、盛り付けとかこのねあの色がいいなっていうね、うん、緑に赤ね。ドレッサーっていうの俺まあ言ったり言わなかったりするんじゃないですか。ね、はい、そうなんだ。いやでもいやこれでもちょっと工夫の勝利やねこれ、ま、本当。そう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 、うん、組み合わせとかをいろいろその、うん、簡単にすればコンビニでもすごくごちそうが作れるんでね、うん、そんなフライパン火ね包丁なくても、うん、やっぱりよく僕言うけど包丁を酔っ払いが持ったら危ないし、酔っ払いが火を使ったら危ないじゃないですか。まあ酔っ払ってたらね、はい、うん、だからそういう人のためのおつまみをねこうやって、うんうん、まあ、ほんと公園でこれを食べてるマリノさん、僕想像をすごいできますね、はい、こうやって枝豆ペロペロペロ、はい、そうですね。これマジコンビニで買って公園で、はい、よかったらいい公園教えますけど。おい失礼や。失礼や。出してる料理も、はい、公園でとかでも失礼や。おうちの、いや、なんや思うとね、ほんま。いやいや、ほんとにそれはもう美味しいから許すけど。ありがとうございます。よかったよかった。というわけでね、今日はね、まゆるさんにね、来ていただきまして、はい、枝豆ゆかりあえでございました、うん、またお願いします。